さあ、それでは早速今日の特集に参りましょう。今週は各地域の SDGs に関する取り組みをご紹介しています。こちらのフリップご覧いただけますでしょうか。こちら2030年までに達成すべき目標の、まずは1番目貧困をなくそう、そして12番目作る責任、使う責任に関する取り組みを今日はご紹介したいと思います。ではこちらの写真ご覧ください。さあ、一見お店のようにも見えますが、看板ご覧ください。コミュニティフリッジ草加と書いてあるのが分かりますね。こちらはコミュニティフリッジ共同の冷蔵庫と訳すのがいいかもしれません。余った食品や日用品をこちらに保管して生活に困窮する世帯などが24時間いつでもこちらのコミュニティフリッジ内にある品物を受け取ることができる場所になっています。草加商工会議所が地域のために作った施設なんだそうですね。さあ、そしてですね、今日はこのコミュニティフリッジ草加を運営されている全英物産株式会社の代表取締役、そして一般社団法人日本フードリカバリー協会代表理事の上田正樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、爽やかなお人柄の上田さんに今日はお越しいただきました。早速なんですけれども、上田さん、この全英物産さんと言いますと、フードリカバリースーパー全英の会社ということで間違いないですよね。あ、そうです。草加の正門町と、はい、あと東京都の練馬区でお店やらせていただいてます。はい、私練馬の光が丘に住んでいますので存じ上げております。はい。で、そしてですね、このコミュニティフリッジ草加、そもそもどちらにあるのか皆さん気になるかと思うんですが、どちらにあるんですか？コミュニティフリッジ草加は、全英の草加店の方にありまして、で全英の前にですね、はい、こう商工会議所、草加商工会議所さんが、プレハブをこう用意してもらって、はい、でそこでやってるような感じです。はい、なるほど、まさにこの草加内にあるということなんですね。わかりました。でこのコミュニティフリッジ草加を利用したいという方いらっしゃるかと思いますが、どうすればよろしいんでしょうか。あ、利用したい方は、インターネットから、はい、コミュニティフリッジ草加で検索してもらって、でそこに申し込みフォームがありますんで、その申し込みフォームに、記入して、送ってもらえれば、利用できるような形になります。はい、ご覧のような形で利用の流れがね、ホームページにも記載されているということなので確認いただければと思います。はい、でこちらを利用できる方たちというのはどんな方たちなんでしょうか。は、基本的に児童扶養手当を、あと就学援助を、受給されている子育て世代の方たちで、相対的貧困と呼ばれるような所得の低い方たちっていう形になっています。なるほど、そういった方たちが利用できるということなんですね。で上田さん、このコミュニティフリッジという取り組み、今までこうありそうでなかった取り組みかと思うんですが、どんな思いがあって始められたんですか。そうですね、その先ほどのその SDGs の中のその作る責任、使う責任のその食品ロスっていうところがとの問題と、あとその貧困の問題、日本でも子どもの貧困っていうのが7人に1人が貧困状態にあるっていうふうに言われてるので、すごくこのギャップっていうのが、こう食べられるのに捨てられるものと、食べられない子たちとみたいなところをこううまくつなげられたらなっていうので始めました。本当にこう素晴らしい取り組みだと思います。で、食品ロスに関してですが、このコミュニティフリッジ草加があるフードリカバリースーパー全英草加店では規格外野菜も販売されていると伺いましたが、この規格外野菜っていうのは具体的にはどういったものなんでしょうか。そうですね、この食品ロスの問題でよく言われる、その規格外の野菜っていうのはですね、こう傷のついたナスだったりとか、曲がったキュウリだったりっていうのは、今このスーパーではこう普通に売られないっていう、その規格、曲がってるからとか傷がついてるからっていうんで売られてないので、それをまだ食べられるものなので、それをこう集めてきて販売したりっていうのをやってます。もったいないですよね。だってこのナスだってこのね、ちょっと傷がついてる部分を削ぎ落とせば普通に利用できるし、キュウリだって曲がってるだって別に味には変わりないわけですから、本当に我々主婦としてはもったいないなと思うんですけど、ちなみにその規格外野菜ってどんな形で販売されるんですか。あ、これはですね、月に2回ぐらいですね、詰め放題みたいな形で、はい、もうどれも詰めていいよみたいなので、販売してます。わ、はい、それすっごく気になりますね。それ何かこうお知らせとかって出たりするんですか？全員の LINE 公式アカウントだったりとか、アプリを登録しておいてもらえるとお知らせが行くようになってます。これは皆さんちょっとかなり耳寄り情報ですよね。主婦の皆さん、私かなり気になっているんですが、さて話はですね、このコミュニティフリッジ草加に戻りますが、これに食品や日用品を寄付したい、協力したいという方、今ご覧いただいている方大勢いらっしゃるかと思うんですが、どうすればいいんでしょうか？そうですね、寄付の仕方っていうのは3つ用意してまして、はい、まず1つは家で食べきれない食品とか、これをなんか食べきれないものですよねっていうのをもう全員のレジにこう持ってきてもらうっていう形が1つになってます。なるほど。例えばこんなものを支援してほしいっていうものって何かあったりするんですか？やっぱ受け取る方たちはやっぱお米がやっぱり一番喜ばれるっていうのがあって、であと子供になかなかお菓子を食べさせられないんだみたいな声もあるので、その子供が食べるようなお菓子だったりっていうのがあると、子供も喜んでもらえるのかなっていうふうに思います。なるほど、わあいいですね。お米とかね、お子さんが喜ぶようなお菓子などですね。そして、2つ目なんですが、フードギフト、ちょっと私の方から紹介させていただきます。フードリカバリースーパー全英草加店で買い物した商品をレジで店員の方に皆さん渡してください。でこれ例えばどういった形で販売されるんですか？はですね、うちは結構流通から外れた食品っていうこの賞味期限がちょっと切迫したような食品が多いんですけど、それを2つ100円とか3個100円みたいな感じで売ってるものが多いので。でそれで、3つはいらないよなみたいな、3つは食べきれないなみたいな、その中の1つをこう寄付してもらうみたいな、そういう方が多いですよね。だって賞味期限って別にこう味がちょっと落ちるかもしれないけど、別にねちょっと過ぎたからって全然食べられるものですもんね。そうですね、美味しさの目安なんで。そうですね、はい、消費じゃないですからね。はい、そして3つ目ですが、スマートサプライとなっています。こちら現物を持ち込む時間がない、登録をするのが難しいという方はインターネットでのこちらですね、今ご覧いただいている画面、物資を購入して届ける仕組み、スマートサプライを活用してインターネット経由で食料品、日用品の支援を今すぐしていただけます。一口1000円から支援ができるようになっておりますので、ぜひ皆さんこちらもご活用いただきたいと思います。いや本当に素晴らしい取り組みご紹介いただいておりますが、ここで改めて上田さんから皆さんに一言メッセージをいただきたいと思います。はい、今回ですね、草加商工会議所が中心になって関東で初めてのコミュニティフリッジっていうのをここ草加にこう作ってもらったので、ぜひですねこの草加の皆さんと食品ロス削減と子どもの貧困支援のためにこれをうまくこう使っていけたらなと思っておりますので。はい、ぜひご協力いただければと思います。ありがとうございます。本当にこの食品ロスの問題に取り組むことでね、それが人助けにつながってで、子どもたちとかいろんな方たちの笑顔につながればいいなと本当に思いますね。はい、素晴らしい取り組みをご紹介いただきました。上田さん、本当に今日はどうもありがとうございました。以上、今日の特集でした。